浦和チャンネルへようこそ。どうもグーシーです。はい、今日はいつもより多めに声を張っております。ありがとうございます。ということでやってきました、初の新国立競技場です。イエーイ。いや綺麗。はい、ということで今日は天皇杯決勝、絶対に絶対に勝たなければいけない大分トリニータ戦、今日の結果次第で今日勝てばエイジアンチャンピオンズリーグストレートインになりますんで、ここでね勝つ勝たないでは本当も天と地ほどの差がありますし、ぜひねレジェンドたちに花道を作ってあげてほしいと思います。それでは本日のスタメンはこちらです。ズドン。はい、もうね今組める完全にベストな布陣でしょう。もう結果を残すため、もう今日はもう結果しかないんでね、このメンバーであれば大分トリニータになんとか勝利してくれることでしょう、信じてます。スタグル国立でなんとかしたいかなと思ったんですけど、ちょっと難しそうなんで、ちょっとねこの辺ちょっといろいろイベントもやってるんで、プラプラお散歩していきたいと思います。初の新国立競技場はじめ、やったれ浦和。あ、すごい、スタジアムの前にでっかい天皇杯用のボールがありんすね。ない？やんないの？これはね、いつもね、あのテレビで見てるんだね。はい、ということで国立の周りのお散歩です。ここちょっとね、正面というか大分トリニータのサポの方々がたくさんいらっしゃるゾーンですね。本当はちょっと浦和サポ側からぐるっと回りたかったんですが、逆光ってことで太陽の向きをちょっと考えてこちらの方から来てしまいました。あ、すごい人いっぱいです。国立で入場制限がかかってないってなると、しかも決勝となるともうこうなりますわな。まあ、どうでもいい話かもしれないですけど、今日グーシー2年ぶりに電車乗りまして、やっぱ久々のね電車ね、うん、なんか緊張したねどこで緊張してんの。はい、ということでちょこちょこ歩いてくとね、いやー埼玉スタジアム以外のスタジアムは本当に久しぶりなんで嬉しいね。ようやくね、サイサーと駒場以外のスタジアムに来れるっていうのはちょっと嬉しい。やっぱり国立さん綺麗ですね、本当ね、美しいですね。あ、そういう、ここはもう完全大分トリニータサポーターさんたちがね入るところのゲートになっております。大分のサポーターの方々がたくさんいらっしゃいます。ここに来るほどの大分のサポーターって相当熱いでしょうね。素晴らしい。これね、ずっとこう自撮りしながら歩いてんじゃない、多分ねこれ行かれたやつだなと思われてんだろうな。どうしよう、なんか大分のサポーターのとかに声かけてみたいんですけど、なかなか声をかけにくい、人見知り炸裂しちゃってますからね。人見知りグーシーがちょっともう出ちゃってますね、これね。そしてこちらにはあれですね、五輪の火が燃えるやつ、あれなんつうんだろう、新しいからなんか面白いものがちょこちょこ見受けられますね。さあ徐々に今歩いてきまして、ちょうどね今ここあれですね、浦和レッズの販売のブースの方でマッチデープログラムとかね行ってんのかな、ブースです。 C はここから入るのかな、 A2 A6 ゲートから。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、本当ですか、ぜひよろしくお願いします。勝ちましょう、勝ちましょう。ありがたい、ありがたいお言葉ありがとうございます。声かけてくれると本当に励みになりますし、なりましたね今ね、めっちゃ元気出た。あーすごい、弾幕めっちゃ出てますね。あーかっこいい、めっちゃこの浦和側の方に出ております。やっぱね浦和サポはねアジア一なんでね。これ浦和レッドサポーターの方の有志の方がやっているのかな、弾幕が出てます。サポーターの方が人が持ってるんですよね、人が持ってる状態で、これやば、かっこいい、すごっ。これを見て奮い立たないウルアレッツサポーターはいないと思います。さすがね、こういうとこね、サポーターのモチベーションさえもこう上げてくれるっていうね、頭が下がります本当に。地区の方面ですね、千駄ヶ谷駅から非常に近い方のゲートの方になりますね。あー、ウルアレッツサポーターの方がねゴリゴリに入ってきます。いやーすごい、いやーすごい、ルーシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、わざわざ声かけていただいて。はい、ということでそろそろ一周するので中に入って撮影の方してみたいと思います。それじゃあ中の方に入ってみます。はい、じゃあ A ゲートの方から中に入っていきたいと思います。はい、はい、でまず消毒の方をしまして検温していただきます。大丈夫ですか。はい、はい、そして今手荷物検査の方が入ります。ないですよね。はい、はい、すごいなんかチケットの感じがまたなんか違う。あ、すいません、
ごいピッピッてなんかピッピッて。そしてあ、わかるかな、こういうこういうゲート、あ、行った、もう通りまして、こんにちは、ありがとうございます。あ、すごい、なんか手袋いただきました、すごい、何これ使えるやん、めっちゃ。はい、ということでいただいた中で中に入っていきたいと思います。はい、ということで今着きました。結構カップル急だね、372結構あっちだ、ララ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 ラ、はい、ということで今試合の方が終了しました。試合の方は2対1、劇的な浦和レッズの勝利ということで天皇杯制覇です。
来季 ACL にストレートイン取りました、やりました浦和、まあ、まあね、準決勝で宇賀神選手が決めて、で、まあ、決勝で牧野選手と、まあね、これから浦和が去る選手たちが、まあ、ヒーローになって、まあ、本当にね、この浦和レッズに置き土産をして去っていくという形になりました。まあ、来季 ACL を戦う中で、まあまあ、この2人以上のスター選手が現れることを期待しています。まあ、もう今日はもう内容云々じゃなくてね、まあ、本当に気持ちがね、非常に見える試合だった。本当もう両チームもうどっちが勝ってもおかしくなかった試合の中で、よく浦和がものにしてくれたと思います。非常に大きな勝利で、まあ、リカルド・ロドリゲス体制1年目でこの天皇杯を取るというね、まあ、偉業を成し遂げたということで、国立もね、本当に、まあ、思った以上に見やすいスタジアムで、まあ、本当にトラックがあることを感じさせないと言っちゃあるかもしれないですけど、まあ、昔の国立よりは明らかに見やすいようなね、スタジアムになっています。まあ、ただちょっとね、ゲートが狭いとかそういうとこちょっと気になるところあったんですが、またぜひここで浦和レッズが試合があるときはぜひ見に行きたいと思います。この1週間ずっとこの日のことばっか考えてもドキ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 してましたが、まあ、なんとか本当によく勝ってくれました。浦和レッズとしてのこの新国立競技場の歴史が、まあ、いいスタートをね切れたということで、まあ、次はどのタイミングで浦和レッズがここに来るか分かりませんが、またねぜひタイトルをかけた大会でここに足を運べたら最高です。これで浦和レッズの、2021年シーズンの全日程の方が終了しました。浦和チャンネルもこの1年駆け抜けました。言ってもまだね、まだ今年まだ動画上げていくんで、ぜひチェックしていただけると幸いです。それでは元気に締めたいと思います。いやもう声ガラガラよ。浦和レッズ素晴らしいものを見せてくれてありがとうございました。せーの、バイナガラありがとうございました。本当に宇賀と牧野これ契約更新しないんかい。今日声かけてくれた方々本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。